北のロッキーチャンネル。おはようございます。今ね、町の方に用事あってその帰りなんだけどさ、すごい唐突だけどちょっと俺のザレ言聞いてくれる？あのね、工藤静香のさ、てー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 パンピャンピョンピャンピョンピャンピャンピョンピャンって曲あるじゃん。あの曲名ってさ、すぐ出てくる人いる？俺今日朝起きてからずっとあれなんだったべと思って、曲名がさなんだったべなと思って、でそれで待てよ、なんかすがつく何度かだった気すんな。いや待てよ、その前にまず嵐を起こしてたから嵐だってなって、嵐のすなんちゃらみたいな。で俺さっき分かったのさ、だからこれここで言っちゃうのはさちょっとなんか悔しいじゃん。あの分かった方コメント欄にあの書いて、ヒント言うから。まあそうだな、まあ嵐のの後にすがつくんだけど、その後嵐のの後に漢字2文字なんだ。でそれで漢字2文字で読みは3文字なんよ。で最初の文字がす、嵐の巣、あのちなみに嵐の巣状とかじゃないから巣で、ちょっとあの皆さん考えてみて、コメント欄にどうぞちょっとあの区役所行くわ。うわあ、もう二度と来ねえな。いやお疲れ様でした。なまら疲れた、ほんと丸1時間半かかった。いやーもう夕方だよもうなんかね、あの職員さんに聞いたんだけど、まあ今日月曜だよ全国的に。なんかね、まあ月曜日は混むんだけど今日はとりわけ混んでるっつって、すごいでしょ。ほらもう車もう違法駐車してるやつもいるもんすごいよね。ほら、これはハザード耐えてるでしょ、これ。いや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 、もう、あれ、無法地帯ですよ、無法地帯。いや、でもね、疲れたわ。あの、住民票取りに行ってたのさ。でもさ、俺、マイナンバーのカードないから、なんか、あれでしょ、印鑑証明とか、なんかそういうの、あ、大将だ。今日大将来る。あのなんかそういうのコンビニ取れるなんでしょう、住民票も取れるんだっけ。というわけでタバコ吸います。マイナンバーカード作ってかな、全然作ってんやわ。でもほらもう家でしょ俺。家はないいとこ住んでんだけどな。とりあえずね、あのね、今からね晩飯作るんだけどさ、今日焼きそばで肉もなんもない、あの素焼きそばね、素焼きそばですわ今日は。で玉ねぎの皮むいてさ、なんかこの視点面白いでしょ面白いでしょ。まあ今日もちょっとねメンタル的にねあまりよろしくねえからさ、なんかちょっと金かかるけど出前頼もうかなと思ったんだけど、出前10時終わっててしょうがないから、とりあえずもう玉ねぎはもう火がすぐ通るようにもうなるべく薄切り、はい、なるべく薄切りです。はい、こんな感じ、こんな感じね、はい、フライパンに油、あ、油入れすぎたぞこれこれ大丈夫かこれ、はい、うわ、あ、もう全体的に油温まった、はいはい、ドーンドーン、これ玉ねぎがこう炒まさっていく様子ってさ、なんかさ
はかないな、はかない。で、僕ははかないんだ。そう。で、箸で。そういうふうに、くたくたになるから。俺、くたくた派なんだろうね、焼きそばは。焼きそばの玉ねぎは。で、ちょっと下味つけようかな。これ。塩コショウ。はい。こういうふうに炒める。でもある程度炒まさってごめん。今回はね、このマルちゃんの中華麺。ここでさ、この水をね。水をちょっと入れるんだよ。水ちょっと入れて、で、ほぐしていくと。で、この水気がなくなったら、もう OK みたいな感じだったよな、確か。今ソース入れたんだけど、ちょっとさ、具が追加。昨日も実は焼きそばだったんだけど、その時はね、ウィンナーあったね。だからそうだ、食べ残したやつを入れたから。うわ、動くな。これめっちゃうまそうだ、これ。これ食うぞ、これ。大盛り焼きそば、いただきます。やっぱりね、ちゃんと感想言わなきゃダメだよね。もう一口食べてから感想言うわ。もう一口ね、これぐらい感想言います。これキータのロッキーチャンネル。